はい、皆さんこんばんは。おはようございますですか、こんにちはでしたかね。とまあそんなこんなで今日の放送もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、前回の動画の前回の動画にコメントをいただいたんですよ。誘導路はつなげとかな、駐機場が満杯になったら。これさ、前回の動画であったよね。あの前回の動画ってこのコメントをいただく前だったんですよ。なのでもう出来上がっちゃってたんで、あれじゃなかったですか、あのどっかで、あの何駐機場が満杯だとって言って、なんか一個壊して駐機場にしたんですよ。はい、で滑走路や駐機場に隣接して環境物を置くと、いろいろボーナスがつくよと。あと滑走路は着陸の際にボーナスがつくと。駐機場は景色16でバスがつくと。そっかと。やっぱり植物は大事だったんだなって、まあ、まず思ったわけですよ。コメントありがとうございました、本当に。で、ただもう私大改造しちゃったじゃないですか。なのでそこを鑑みた上で何ができるかっていうのをちょっと模索していこうかなと思っています。本日のジャンボ空港物語、このような感じでいかがでしょうか。それでは皆さん、また来週。あれ、ツッコミない、いつ始めんだと、そういうツッコミない、ね、前振りっていうか、この大事だからね、つかみは OK ということで始めていきたいと思います。ジャンボ空港村です。9年3月、あともうちょっとですか、多分あと1年ぐらいで終わっちゃうんだと思うな、これ。行きましょう。なおそらく言うには、ここを多分つなげないとダメなんじゃないのっていう話でしょ。だったらさ、あれしたらいいんじゃないかな。もうこっちはもうどうしようもないよね、もうね。靴磨きフェアだ。もうこっちはもう諦めるしかない。ただこっちに関してはまだ可能性があるでしょ。おーおー、アブフォラ来た。こっちに関してはさ、あれ次第で、この権利証次第ではいけるんじゃないって思うんだけど、ね、どう思う？いけるよね、絶対。ちょっと期待しようか。なんかここに来てんだよ。いや、今来てんのかな。お前そう？違う、違うな。アイテム使っとくか。そういうことだよね、きっとね。海外視察団一行がいらっしゃいました。来た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 。やっぱり半分ぐらいしかいかない。大丈夫かお前らは。これ難関だぞ、海外視察団。毎回思うけど。で、景色をどう上げるかだよな。ああ、そっか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 。ってことは、ここに置けばいいんじゃない、植物を。おい、メダル入れる。あ、メダル10枚だったんだけど、もしかして。ねえ。なっとらんやん。なっとらんやんけ。うちの空港、そんなんなってないやんけ。いいね、いいね、桜鉢。これ使いましょう。早速。あ、これ届かない。届かへんやん。あ、タッチ決済機。紙にして寿司や。いや、いらない、やめてこう。やめてこう、やめてこう。とりあえず、これ意味なかったな。
ここにするか、いや、そこに置いたら歩けなくなっちゃうから、ここに置くか、いや、そこに置くみたいな、じゃあここにするかじゃん。はい。さあ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 、どうなりますかね。ワイワイ議会が一つの登場といたします。お願いしますよ、本当に。墜落空港、素晴らしい空港ですね。満足しました、ありがとう。満足のお札をいただきました。え、待って待って、お札はさ、あ、天文学者来た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 。待って、お札研究しようぜ。これすげえじゃん。で、持ち物で3個研究ポイント、はい、来ると思ってましたよ。研究ポイント、ピカピカ靴磨きは終わりですね。今回の結果はこれも良かったんじゃない。いや、ほんとね、丸の人を刺せば確定でこれはもう良かったってなるはず。私がなってる。三角を選んだことはないから分かんない。ただ記号がついてない人を選んでも、その人はあんまりいい印象を持ってくれないようです。いやー、フェアしたいな。フェア、フェアリテー、フェアリテーな。あ、これでもうドイツは完璧ってことかんじゃん。そういうわけじゃない。ああ、そういうのから出てくるのか。じゃあ依頼をこなしていかなきゃ仕方ないってことなんだね。うんうんうん、これは階段の余地ありですな。ジャンボの改良します。座席を増やします。とりあえず、スツールがでかいんだっけか。あんま無理じゃない。いけ、いいぞ、よし、いった。海外視察団攻略したんじゃないこれ。あ、これ結構でかいね。あ、そうね、スツールはそういう使い方すんのもありだね。こういうとこに置いてさ、ほら、景色が上がるわけだ。ふむふむ、これはいいのを発見したのではなかろうか。普通にここに置くかじゃん。あ、でもここに置いちゃったらさ、こいつまたもう一個ずらさなきゃならないじゃん。あ、そうだったらこいつずらさなきゃならないじゃん。大変だな、おい。あっちが立てばこっちが立たんだ、おい。あ、アシールとの相性が。じゃあお前をもう一個下げよう。あ、これベッちゃんのこれ。ちょっとババごめんな。そうだね。てかスツールもう一個ぐらいあってもいいな。うん、ああ、はいはいはい、確かに人が増えた。ってことは、そうか、そこはいけないか。でもここもやばいね。ここもさ、こっち側に置かなきゃなんないんだよ。こういうとこに、ほら、そうするとやっぱ人が出る。こんなところにソファーなんかいらないんだよ。ソファーこそこの隅っこにあればいい。ここに。で、スツールをここに置けばいいんだよ。そういうことでしょ。スツールもう一個ない？スツール。もうスツール泥棒だよ、ほら。あった、スツール。持ってきよう、またお前も。おい。こういうことでしょ。そうすると、ああ、
景色読むか。読んじゃダメなんだよね。16だ。景色16まで持っていかなきゃバスが出ない。これは何だろう。ああ、惜しい、15。わあ、人たくさん来ました。いや、そう考えると、どこに何を置けばいいんだ？もうちょっとずらせばいいってこと？難しいね。これギリギリだもんね、こっちね。こっちはまだワンチャン空いてるんだよ。だから、1個ずらすことは可能なんだけど、ね、なんだけど、形が悪いか。結局さ、このゲートからすぐ歩いて行ける距離だったら、あのバスとかもいらないんじゃないかなって思ったのよ。近ければね、歩いてもすぐ行けるんじゃないかななんて思ったけど、もうちんちくりないついででしょ。なんかおお、こうやってさ、道わけわかんないとこ歩いてるやつとかさ、これちょっと参ったよね。あ、依頼はないの。あ、依頼ないよ。ここに256万か。高いな。こんなこと言ったって仕方ないじゃないか。見てました？えなり、えなりかずき。僕、ピンク姉さんとは仕事ができないよ。あの人嫌なんだ。セクハラばかりするんだ。マッサージチェア1個外してさ、ここにスツール持ってくればよかったんちゃうんって。なんかここだけおかしいね、マッサージ。マッサージこれちょっと邪魔だな。書いてる。スツールね、どっかいない。スツール買うか。スツール、スツールが一番いいんだよ。あ、じゃああれだ、これ系がいいんだ。あ、これ安いじゃん。いや、彼また使いすぎた。え、4しか上がらんやん。これ失敗だな。ちょっと待って、ちょっと待って、これをこっちさ持ってくる。これをほら、どうよ。それでもうなんかこのちっちゃいトラックみたいなのつかないのか。まだ足りないと思うっす。お前これ絶対変なとこ歩くだろ、お前ら。ほら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 、おお、おめえらも俺、おお、お前空港なんでと思ってんだ、お前。これは何が原因なんだろうね。いや、かっこいい空港かなと思ったけど、結局使いづらい空港には、ちげえがねえな、こりゃ。金ねえし、やることもねえな、もう。ヤシの実でも植えとくかい。ここに植えればいいんだよ、ここに。空港の人気がアップ、あと11でございます。あと11だったよ。もうちょっとじゃんね。これどこ置けねん。おい、どっか
いや、緑が多い空港で素敵な空港だとは思うよ。そこそこ。ただ使い勝手が悪いんだろうね、みんな。おお、絶対変なとこ行くだろ、これ。おい、出口こっちだよ。撮影じゃないよ、高いかな。おお、お前そこ工場内で、工場内。え、どういうこと？何が始まったの、それ。二度と誘わねえわ、お前は。もういいわ、お前死ぬまでお前それでいいわ。これ、あの、削除できない？やってられるか、くんな。ボケなすな。フライトプラン変えよう。もうパリエンの終わりだ。今日から Wi-Fi に行く。普通にさ、そんなお金すぐ貯まるもんなの？みんな10年ぐらいでさ、ジャンボ6機ぐらい持てるぐらい貯まるもんなの？それは作り方次第ってことなのかな。難しいよね。でもそのコメントしてくれた人が言ってた、周りに植物をいっぱい置いて、ありだと思うな、確かに。そう、基本、いや、つうかそれが王道なんだと思う。それが一番いい方法なんじゃないの。だってさ、一種のバグでしょ、こんな建物の上歩く人が出てくるなんて。ありえないでしょ。ありえないわ。誰の真似でしょう。正解。結構うまいって言われるんですよ、私。ありえないわ。問題ない。いや、本当に誰も否定しないからいいわ。どんなモノマネだって私はできますよ。はは、今日はこれでいいんだね。ジャンボ空港物語でやっているけど、空港業はなかなか儲からないよ。だけどぼったくるためにはどうすればいいかって、バカ増やせばいいんだよ。はは、僕の顔をグッズに描いてみなよ。すぐバカ売れするよ。バカは何でもすぐ買うんだ。はは。ひどい。俺も好きだったのに、そんなこと言うなんて。はは。クラリスが好き。ディズニーシーでクラリスに会った時に、なんか、いや、分かってますよ、クラリス多分きっと男の人なんだなぁとは思うけども、中の人がね。だけどなんか所作がすごく女の子っぽくて、初めてぬいぐるみなのに、え、これ女なんじゃないって思った。はぁ、中期中学生にしてるって。どこやねん、駐機場不足してる。ここちゃうんかい、ボケ。どっかし、行っちゃったよ。行っちゃったよ、今の。お前来んなってねえんだって、これ止めっとこう。おー、いいよいいよ。そうだよ、そうだよ。なかなかに問題かもしんないね、これは。面白い、よくできてんな。よくできてんの、本当にこれって。ねえ、考えてみ。ここに管制塔があるんだよ。おめえ何やってんだって話じゃねえ、これ。ねえ。お前、空と地上の飛行機を管理する司令、何してんのって。発着枠が追加されます？どういうこと？そうなの？発着枠が追加されるってどういうこと？発着強くの話じゃないでしょって。うまいとこわかんない。いや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 、ランクアップ行くかなと思ったけどな。あと8、部下プラス6、
いけないかな。次のランク行きたいんですけど、もしよかったら行かせてくれませんかね。フェアリーテンだけどさ、フェアリーテイル、フェアアンフェア、フィーファー、どこ行くんだっていうの、おどこ通んなってお前、そんなショートカットねえだろっていうの、しかも全然違うとこ行くんだろ、どうせお前、お前止まったからって引かれてっからね今お前。やっぱつなげないことには意味がないんだな。やっぱりさ、さっきの形の方がよ、じゃあ前の形の方が良かったんじゃない？真ん中に植物いっぱい置いて、ね、あの、この字みたいな感じ、ここじゃねえわ、ゼロみたいな字にしてたやつ。アロハオエーとの契約、いいだろう。契約だ。人いなくなっちゃったよ。もう全然うまくいかないね。これもう少しでも配置うまく考えれたらな、初めから。いやー、しかし楽しかったなー、この空港。いや、いろいろ試行錯誤したけども、結局ダメだったっていうのがまた面白くない？自分で、うわ、これ最高、神な空港だよって言ってたのに、パッとこうコメント見たときに、あ、確かにその通りだわっていうのがあったでしょ？もう、それってさ、もうその人も好きでやってたんだろうし、このゲームをね、実際こうやってやってみていろいろ分かることってあるじゃない。だからさ、面白いよね、こう人が人に教えてあげようってこう思ってくれるのはすごくありがたいしね。俺もそれで、あ、そっかーと思ってね、目から鱗なんて思ってやろうとしたんだけども、もう今更どうにもならないみたいな感じになっちゃった。ただ申し訳程度に横に植物を置いてます。まだ値段上がった？え、値段上がってない？これ285だったっけ。え、これなんか値段上がんねえ、これ気のせい。え、フェアリテーな、そろそろフェア来るんだろう。どうやったらフェアつくの？これどれがいいの？一番できる。結局何がいいの？これ図鑑みたいなのあったな。施設一覧。違う。そうじゃないんだな。システムか。違うな。都市一覧。空港情報か。違うな。全都市の有効率 66%、 100% を目指すのは施設と植物の発見率 80%、 それだけはいいんだな。え、これどういうこと？ランクアップはあと8か。上がらんの。普通あんじゃん1個。ああ、そっか、温泉とかあったらすればね、でかくね、温泉。ああ、どこ、そう、スペースのことって、ここら辺に。ところ、いや、作ってもいいけど、誰も入れねえし。あ、じゃあさ、これを、こっちに移動して、だったらここに置けんじゃない？トントン。で、ここに通路を作ればいいだけなんだよ。
え、それさ、いける？いけるの、それって。それっていけるのかな？どうだと思う？え、これどうなんだろう？ワイハウブ楽しかった。え、それいけんのかな？こんなところに温泉出てましたね。シーンフロー、あいつはもっと分かってそれ、お風呂入るんだよ、誰か。入れたら酸素カプセルも置こうか、これねえ。あ、ちょっとこれどこがいいの？どこがいい？こんなの、いや、それはないだろ。え、むずむずオーディオに警察署の後ろ、いや、もうぐちゃぐちゃになっちゃったね、結局ね。こういうのさ、紙に書いてさ、綺麗にあの設計図みたいなの作ってから作りたいよね。でも言うだけなんですよ、言うだけなの。いざ紙に書こうとなるとめんどくさくて2個3個置いたら書いたら終わっちゃう、そういうもので、結局やんない。なのに構想ばっかり、あのでっかいの、いやー俺はさ、これをねこんな風にしたいんだよね、俺はさこういうでっかい夢があってさ、俺はさこの、おお、風呂入ってる、風呂入ってる、お前混浴か、お前それじじいとババアか、お前、お前絶対それあれだろ、上司と部下だろ、お前何やってんだ、お前上司と部下で混浴なんて聞いたことないぞ、お前、おお、なんだお前さ、バカマスマシク何してんだっつうの、お前ら。これ今別々のトイレ入ってよ。なんで一緒の椅子に座んの。何お前ら、怖いんだけど。まさか一緒の布団に入ったりしねえよな。おお、やめろやめろやめろ。どこ行くんだ。一緒入れるー。あ、でも男だけだった、女どこ行った、政治家、え、お前秘書と一緒にお風呂入ってないの、聞くわ、ドン引きだわマジで、依頼はないない、依頼がまるで、じゃあもう分かった、お前よ、これラストチャンスな、行く場所は、ワイハ、これは言え、で、最後寿司屋だわ、うちの最高峰の寿司屋、これでダメなら二度とお前はもう呼ばない、フェアリテー、そろそろフェアの季節なんちゃう、もうフェアってもいい頃だと思うよ、あと4だよ、あ、もうなんかもう無理くりなんか使って4あげたい、
ランクアップしたくない？せっかくだから。それがどうなるか分かんないけど。そうですね。持ち物、小さな箱2つ、いいね。金運のお札、ジャンボ1000だ。1000貯めるか。もう41だな。あとフェアリティーな。フェアリティーやつどっかいねえかな。あのチラシとかどうだっていいや。もうほとんどチラシなんて買ってねえし。あ、知恵の輪か。知恵の輪って悪くない気がするな。あ、お金減ったな、だいぶ今。なんか買った？維持費？維持費か。ああ。仕方あるめ。生きてくには維持費がかかるんじゃ。あと4巻。こんにちは。いいよいいよ、依頼で。演奏会チケット、行け行け。ほい。ゴーゴーゴー。不審者。お前だ。お前だ、不審者。すぐ分かったよ。おいー。もうすぐ分かりになった。チッドゥ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 。はい、お前ら早くどっか行ってよ。困るんだよ、地域中がないから。結局こういう状態になっちゃったんだよ。いいね、すまないね。こんな空港ですまないね。もう少しなの、こっちとこっちのハブ化するから、あの繋げるから。ちょっと待って、ちょっとずれてないこれ。そういえば、ずれてるよね。それって大丈夫なの。ずれてる。これずれてたらいける。あ、まあそっち1個ずらせばいいだけか。そしたら、なんや、ようわからへんの。何をしたらええのかようわからんのや。宣伝効果が切れました。260万だっけ、80万だっけ。あ、ジャンボ1000いったな。ジャンボ1000いきます。まあいったの。サル来る、サル。あ、いくらだっけ。285万円。ジャンボの座席が増えました。鶴田と尾崎が良くなりましたよ。はい、定期便は3便ですね。いや、もう少し綺麗にやるべきだったな。ああ、結構が6便になって、もう結構になっちゃったんだね。結構ショック、結構だけに。ああ、結構、結構がショックだ。シンパンジー、バナナ買いに来たさるよ。おはおは、来た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 、おめえこの野郎、かかってこいよ。おめえ大変満足させてやっかんな。おめえ
ここでバチコンニコニコしろおめえ。さあ寿司食ってから言えよ。まあなるほど、俺ら行け。そうだ食ってくれ。うまい。200ぐらい上がれ、200ぐらい。なんかもう少し行くのかなと思ったら、お前は何部行く？見えない見えない見えない。何部行った？23。いいね。お前は9。海外視察団が一番きつい、マジで。なんなん、駐機場が不足してるって。どこに止まってんねん、まだな。結構6秒も出てんのによ、お前。ああ、俺早い行けや、ボケの方が。もう一人全然行ってないじゃん、二人ダメじゃん、これ。結局二人ぐらいダメなんですもん。依頼ないんでしょ、今。はいはい、はい、ありがとうございました。はいはいはい、いっぱい来ましたね。ここに使いましょう。人気アップ、はい。ひらめきアップ、はい。預金アップはこちらに使いますね。アイテム使う、預金アップ、はい。600円もアップしましたよ。どこ通ってんねんって、お前。どこ通ってんねん、どこ通っていくねん。どこを経由してそこ行くねん。よくわからん空港になってしもうたの。あ、なんでこれ安くなってるの、そして。これ何なの、一体。安くなったり高くなったりっていうのは一体何なんすかって話。安いんだったら買っとくよって。さあ、行きましょう。どこが広がるか。左。よし、来た。金が足りんのや。歩いてる歩いてる。雨の中歩。ちなみにさ、空港の外ってさ、歩いちゃいけないんじゃなかったっけ。なんかそこは日本じゃないみたいな話じゃなかった。お金くれんの？3万ぐらいじゃ何もできないで。え、やばない？おい！いや、穴がダメだ。さっきそれで攻略したと思ったら知ってなかった。え、まずない？ちょっとまずない。あ、ない。こっち検事所補充されてももう買えないでしょ、きっと。これ334万だもん、買えないよ。はい、アラブのおっさん来ましたよ。っ
ていうのはワンチャンこっちとそっちをつなげてもいいわけだったんだね。あ、そういう最後は省かしてもよかったかもね。省かっていう言葉が正しいのかどうかも知らないよ。俺は省かっていう言葉がちょっとね、言ってみたくて言ってるだけだから。これ4000でしょ。え、何、全然じゃん。え、何その合わなさ。え、どうすりゃいいの、その一マスずれ超うざいんだけど。え、マジで？マジなの？なんなんこれ？何がどうなっとるん？これはさすがに変えた方が良さそうだね。1マス右ずれの1マスか、1マスか、1マス右ずれ。1マス右にずれの方。そうすると邪魔なものが2つ出てくるのか。一旦どっか避けられてる、ここら辺に避けろか、ここら辺に避けろか。うん、でちょっと悪い、お前ちょっとどっか行ってくれ、お前ちょっとここ行くわ。で1マスずらしってこと。ここを潰さなきゃいけないわけか。で、これを移動いますだね。で、ずれたから、これによって、いいのか。ここに来る、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 ここに来る。そしてこれが、あ、入らなくなっちゃった、このこっち。あ、ここで来るか。微妙なことが起きたね。これさ、もう一個置いたとこ、とてなんでしょ、きっとこれ。ちょっと思うのがね、試しにさ、ちょっとなんか、置いてみようか。ここに一回外してさ、ここ置いたとて、ここはくっつかないでしょ。くっつかないんだ、やっぱり。うざ。何これ。そんなことある？なんとでもなるじゃんね、そんなのね。ってことは、一歩前か後ろに行かないとダメと、ということですな。わかりました。競技の結果、これを壊します。壊します。
お、いいじゃないですか、蹴らせていただきます。で、こちらに移動という形で、これ1マスそのまま上に行かせていただきますわ。こういうことで、で、これを持ってくる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 。あら、ちょっとずれたな、ずれたずれた、いろいろずれた、ちょっと待って。で、これをここに来ると線がつながる、トーン、はい、来た。だから、ここにこう置いて、これを置いて、これを置いて、これを置いて、はい、このような形ってことですかね。あ、こいつ出てんな、お前ちょっと出てんな、いや、いいよ、ここら辺で。あ、もしかしてお前も出てるか。あ、ずれてるな。ん？え、なんかずれてね？ずれとるやん。こうね。こうね。こう。こう。こう。そこさえ出てれば、ここ植物でもいいのかな。もしかしてこうやってやってもいいのかな。ここでさ、もしかしてこれでもいけちゃうけ。これで、そっちとこっちはくっついた。道がない。道がないって言ってよ。何の道がない。お、お前何の道がない。あー、もしかして全部マジで横向けられる。横向けちゃいましょう。で、あんたなんだっけ、あんたなんだっけ、これ。一回これ、バイト2号ね。バイト2号いりません。うちのちょっと空港変わってましたですね。こういうですね、検査機関とかそういうのはですね、横向きになってます。はーい。うち横向きなんですよ、そういうの。あれつか、これ同じじゃない、同じのものはいりませんね。なので1個、これはいいのか、これはここでいいか。あ、どうすればいいの。あ、2マスしかねえって超大変だな。まあ、もうそこもういけねえじゃん。これでいい？なんかちょっと怪しいけど。すっげえ怪しい。おお、ゾロゾロ歩いてるやんけ。いらないね。いや、結局行かなかったな、ランクアップ。ねえ。
たねー、ランキャップ467で変わりませんでしたね。うまいこといかずに、この海外視察の結果を見て今日は終わろうか。もう50分になっちゃってるよこれ動画。アホなんちゃう。おー来たよこれ、海外視察団。どうだお前、どうだっていい、お前らはどうだっていい。俺は海外視察団がどう考えてくる。まあまあか。イエス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  I got it! I made it! やっとだよお前は？変なのいらねえって。おらんだよ、もうちょいじゃん。しかもあと2じゃん。やめらんねえってそんなの。1時間動画なんか作ったってみんな5、6分しか見ないんだから。もう5、6分のために1時間やるの大変なんだ。あ、こんなとこにこれこれやばくない、この温泉やばくない。これ入る人いるのかな、こんな温泉。結果思った、結果ね、これね、動くほどいりません。あ、これいりません、こんなの。こんな邪魔なだけだから、こんなあるだけ邪魔なんですよ。こんなのない方がいいに決まってる。なんでかわかりますか？物が置けるから。はい、以上。間違いない。そしたら、この間に5、6シーン出たら、どけばいいんですよ、こんなの。ポンって。これ、本屋がいいんじゃない？お前、これ本屋だっけ？本屋ってなかった。お前本屋だよな。なんかあんじゃん、ゴルフの本って。みんな見るでしょ。多分これね、ファーンってなるよこれ。見ててこれ、絶対なるから、絶対なる、絶対なるよ。は？今どこと今相性よかったね。は？何？な、何だったの？え、どういうこと？ちょっと意味が分かんなかったな。ちょっと想定してたあれとはちょっと大きくちょっとずれ込んでしまいましたね。ちょっと分かんないよな、ちょっと。これはちょっと難しいな。いやー、参ったなー。結局、最初から手あんまり変わらなかったのって、この新しいあれにしてからはこの仮眠室が一番良かったのかな。そう考えるとこれで空港弱者も、お、意外、あ、フェア来ましたやん。コンペやりましょうね、ゴルフコンペやりましょうね。45のコメディアンもゴルフコンペ、プロゲーマーとアイドルもやりましょう。もう仕方ねえ、もう一個立てるしかねえ感じや。さすがに一個でコンペってのは嘘だろ。あ、ここ大丈夫かな。
空港の人気下がっとらん。え、さっき残り3じゃなかった？もしかしてだけど、動くほどを消したのがでかかったのかな。下がったの、気のせい。ちょっと入ったな。引くわ。そんなないでしょ。木彫りの熊も置いとくっつうの。そやん。あと5もどうやってあげんのこれ。うん、こんなわけわかんないとこ歩いてるヤツらがいっぱいいるのに。分かった、植物だ。植物をたくさん買おう。高えな植物。それしかないでしょ。だって巻いたな。これでもだいぶ良くなったんじゃない？これ。ここ2つが繋がっただけで。え？こっちか。こんにしてや。こっちの駐機場は堪忍してもらえへんかの。こっち駐機場ないんや。もう一個足すんで、あとは看板をしてえな。参ったね。まあそんな感じ。はい、ファンね。はい、メダル9枚目。はい、ランクアップまでは残り4。残り4ですよ。ランクアップしたら終わろうか、ここでね。えランクアップできるのか。もちろんオフクレジットどこですかね。アイテムとかが、人気度が一番高いグッズストアのものを使ってたんだよ。そんな何の意味があるかわかんねえけどよ。いや参ったな。これは参ったな。しかしもうフェア開催されてうんぬんかんぬんだな。もうこれ相変わらず変なとこ登ってるしな、お前らが。あ、これがバスがあれば解消されるってことなのかな、じゃあ。もう、しこたま置いてみるんじゃ、買って。3時だけですよ。3、6、9だもんね。もみの木、いくらつった78万。安焼き。何だろう。9。全然足りんな。マイナスだ。
マイナスだ、マイナスだ、赤消えない、赤消えない、人も来ない。ゴルフやれ、なんかやれ、なんかやれ、お前、お前突っ切るだけかよ、お前。どこ行くのって、その飛行機乗るの、うん、持って帰んの、うん、おお、なにこれ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 、まさかお前ゴルフコンペの人らじゃないんでしょ。だとしてこんなに来てたら頭おかしいよ、2個しかないのに。一気にプラスになったやないかい。金や金や、ぎょうさん金を落とさんか。どうなっとるんやらんか、4のままや。残り4やで。800じゃ足りないんだもんね。あ、いけた。さすがにこの上はないだろうな。これでもし、すいません、新しい空港のつったらびっくり。でもなんかワンチャンありそうだよね。カイロ君に、まじ、なんか由来するような、風船じゃなくて、なんていうの、円盤みたいな、 UFO みたいな、あ、ネオ、多分ネオ。はい、なかったね。ラストでしたね、ジャンボが。尾崎と鶴田が最後でした。上がったかもしかして、今なんか上がりそうな、上がってないの。いや、もう何見てたか分かんなかった今、全然。とりあえず帰るのない、最低74万3000。はい、すぐ買う。帰るときにはすぐ買うんや。次78万6000。成功ですね。はい、よかったです。今回もナイスフェアということで終わりましたね。フェアが、空港もだいぶ良くなってきたんじゃなかろうかと思っております。一番いいところでは12ですね。これもう1時間超えちゃったよ。もう16度だからな。もう一個間になんか欲しいけどな。うん、え、人結構来たでしょ。あ、いいね。約10万引かれるんだね。小さな箱。研究ポイント、初めすげえ苦戦したけど、後半になるとボンボンもらえんね。なんだったらもう研究ポイントしか出てこないじゃん、もう小さな箱。待って。みんな帰って。
一番最後お前か。いやもっといたわ。お前最後の客じゃねえかと思う。いたわこの病気のやつ。あどこ行った。消えたぞ。もう空港で寝てるやついるわ。疲れて帰りもしねえで、このホームレスどもが。56万、57万。うん、風に呼ばれてやってきたんで今回よ。勝手にどうぞ。おおおおおお、もうそこぶった切りてえな。もうそこもう通路にしちゃうから、ずらーって。もうランクアップできると思ったのにできんやんか。人いっぱいになるんか。でもやっぱ儲かりはそうなんでねえか。もうすぐ終わりね。はいはい、ちょっと上がったのよ。あーショップは相変わらずマイナスなんだな。施設なんか、あもうマックスなんこれ500。もう来年ないんだって。お前別れって、絶対ないんだって。来年はもうこの桜の木の一番いいと分かって。よくない、時期的なもんか。そうか、そういうこともあるわけね。はいはい、わかりましたよ、あなたが言ってること。もしかしたらさ、それを使えばこれゲートいらないよ。ゲートいらないってなると、やっぱ前回のあの形が一番良かったんじゃねえかって話になってるね。やっぱあの形が一番良かったんじゃない。ただあの形だとこの空港内のものが全然置けなかったんだよね。だからなんかうまく考えつうか、でも難しいなぁ。どうすればよかったんだ。こっちも全部まとめてみようかったか、これ。難しいのぉ。空港とは難しいものだろう。はい、9枚目。あ、10枚目か。どうだった。あ、10枚目だ。これどうする。ファンの増加率アップにするか。施設が用意するとファンが増える。どういうこと。これどういうこと言ってんの。施設の料理スロット枠、どういうこと。施設の料理スロット、こういうことでしょ。違うの。何の施設の料理。ああ、ここ、こういうことか。ああ、はい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 。それはいいござんすな。うん、あんみつでも売ろうかの。チョコソフト、カステラかな。寿司屋は何もねえか。あと何かなかったっけ。あ、これか。弁当屋、カツサンド。あ、たこ焼きでも売っとくんじゃ。弁当屋、海鮮丼だろ普通。あとは、おい、やべえな、おい。
最後の最後にやばいことになってきたよ。こういうとこは、あ、こういうとこだ、カフェ。カツサンドソフトクリーム。まだ使ってないのは、あ、ビーフストロガノフかな、じゃあ。どうも、どうも。はい、50人。すげえ、すげえ。すげえぞ、これ。サンドイッチ、コーヒー。何があるあと。おー、まあ、ビーフストロガノフ。ビーフストロガノガーだから、もう。俺たちは。どん、どん、どん。あ、ダメだった。カツサンド。